シンタックスシンタックスはギターに似た形状を持つミディコントローラー。1986年にビルアトキンにより制作され、80年代の半ばから終わりまでイギリスで量産されていた。シンセサイザー音源に使用し、ギターのネックに似た形状のコントローラーで音を操作する。名前の由来はシンセサイザーとアックスから。 シンタックスのネックはボディからややひねった形で上に伸びているが、これはネックとボディとで2種類の独立した弦があるためである。これら弦の役割は音を作り出すことではなく、シンセサイザーに送る信号のトリガーとなる。ネック側についている弦はフレットに触れたことを感知して、ピッチを決定する。本体についている右手側で操作する弦は、丸いマグネットによる。 ホール効果で、ベロシティを感知する。これらの弦により、音のトリガー信号を決定する。弦だけでなく、本体についている6つのキーで、音のトリガーをコントロールすることも可能。また、ブレスコントローラーを使用することも可能で、音色とボリュームを同時にコントロールすることができる。トレモロバーも備えており、通常のピッチ操作だけでなく、 ミディパラメータの操作をすることも可能。発売当初、1万ポンドもの値段が付けられており、その後も8000ドル程度で売られていた。加えて、精密な構造をしていたため大量販売に向かず、販売元の経営を圧迫した。バージンゲームズ社が後に販売を引き継いだが、数年のうちに撤退してしまった。著名なシンタックス使用者は、アランホールズワース。 チャック・ヘーマー、リー・リトナー、パッド・メセニー、ゲリー・ムーア、アルディ・メオラなどがいる。リー・リトナーが所有していたシンタックスは、後に、ベラフレック・フレックフレック・トーンズのパーカッショニストである、フューチャーマンの手に渡り、徹底的な改造を施され、シンタックス・ドラミターと名付けられた、ミディ・ドラム・コントローラーになった。シンタックスは現在では生産終了しており、 原則機種を探すことは困難である。それがゆえに、ミディギターコントローラーを使用したいというミュージシャンの、ほとんどは、ローランドや、アクソンシステムなどの他社製品を使用している。しかしながら、他社の製品には、ブレスコントローラーやキーがないため、シンタックスは以前として、ニッチな楽器の地位にある。近年、スターラブスが制作した、ゼターズというギター型ミディコントローラーが、 シンタックスのような斬新な製品であり、ペンデュラムのギタリスト、デフラドキント・ロブスワイヤーが、使用者として有名である。ギターシンスミディ、GPI Publications P126ISBN0881885932A プラスハード、アーラン・ホールズワース。 Creating Imaginary Backdrops, h t t p w w w i n n e r v i e w s o r g スラッシュ i n n e r ラッシュ h o l d s w o r h t m l ありがとうございます。